すべてのシリコン製ベビードールは、アーティストの頭の中にあるシンプルなアイデアから始まります。このプロセスの最初のステップは彫刻です。粘土を使用して、アーティストは赤ちゃんの姿を彫刻し、小さな手の柔らかいシワから小さな耳の優しい曲線まで新生児の細部を捉えます。各彫刻は、アーティストの献身と細部へのこだわりの証であり、生まれたばかりの赤ちゃんの生き生きとした表現を生み出しています。彫刻が準備できたら型を作る時です。アーティストは型に液体シリコンを注ぎ、細部まで全て捉えられるようにします。使用するシリコンは安全性を確保するために、医療用または食品グレードです。その硬化させます。人形のサイズに応じて、数時間から数日かかる場合があります。シリコンが硬化したら、アーティストは型から人形を取り出します。シリコンは非常に柔らかく、簡単に破れる可能性があるため、これは繊細なプロセスです。取り出したら、人形を洗浄し、塗装の準備をします。塗装は人形が本当に生き生きするところです。アーティストは人形にリアルな肌の色を与えるために、特別な塗料を使用します。赤ちゃんの肌の透明感を模倣して、深みと質感を出すために塗料を何層も塗ります。静脈、あざ、赤みなどのディテールが追加され、人形のリアリティが高まります。プロセスの最終ステップは、髪の毛を植えることです。髪の毛は1本ずつシリコンに挿入されます。これは最大40時間かかる骨の折れる作業です。その結果、見た目も感触も、本物のような髪の毛でいっぱいの頭が完成します。これらのシリコン製ベビードールは単なる人形ではありません。芸術作品であり、それぞれがユニークで、信じられないほどのレベルのディテールで作られています。それらを作るプロセスは複雑で時間がかかり、高度なスキルと忍耐が必要です。要約すると、シリコン製ベビードールの作成は、粘土の彫刻から始まる細心の注意を払ったプロセスです。次に、アーティストはこの彫刻からシリコン型を作成し、液体シリコンを注ぎます。シリコンが硬化したら、人形を取り出し、洗浄し、塗装の準備をします。アーティストは、人形にリアルな肌の色を与えるために何層にも塗料を塗り、次に髪の毛を一本一本植え付けます。その結果、アーティストの技術と献身の証である生き生きとした人形が完成します。次にシリコン製の赤ちゃん人形を目にしたときは、その制作に込められた芸術性を少しの間鑑賞してください。最初のアイデアから最後の仕上げまで、これらの人形は愛情の結晶であり、生まれたばかりの生命の美しさと無邪気さを応えるものです。これらは、現実と想像の境界を曖昧にするほど生き生きとしたものを作り出す芸術の力の証です。